チャッキー王子の一人ごとイエーイはい、皆さんお元気ですかチャッキー王子です。おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。これから行く方行ってらっしゃい。お疲れ様です。はい、チャッキー王子です。はい、今回はジュラシックシリーズについて、えー、一人ごと言いきたいと思います。えっと、僕が初めてジュラシックパークに触れ合ったのはリアタイで、 えっと、21歳の時かな。あの、感動のあまり涙しちゃいましたね。で、とにかく恐竜が怖かったという印象で、ホラーテイストバンバンで、えー、感動の嵐でした。で、2回目のロストワールドは、やっぱりちょっと、スピルバーグにしてはちょっと落ちたなって感じだったんですけど、今見たらかなり面白い作品で、特にあの、ね、後半の、えーさ サンディエゴだったっけあの、ティラノサウルスが上陸するところなんか最高ですよね。で、3はジョー・ジョンストン監督になって、やっぱり、あの、空飛ぶシーンが好きな監督なんで、プテラノドンとかのね、シーンとか最高でしたけど、まあ、ティラノサウルスが一発でスピノサウルスにやられちゃうのが残念だったっていうことで、まあ何が言いたいかというと、 ジュラシックワールドは面白かったんですよ。まあ、炎の王国もそれなりに良かったんですが、やっぱ炎の王国の最後で、えー、野に解き放された、あの、恐竜たちがどうなったかっていうのを次のね、新たなる支配者で見たかったんですけども、結局、共存するっていう形で収まってしまって、街を襲うシーンとか全然なかったのががっかりですね。 えー、まあ、一応、完結編ではないとは歌ってるんですけども、一応、まあね、あの、何がうんと思うのは、あの、ウーグ博士ですよ。その恐竜を作った、マ、まあ、ジュラチックパークから出てた、あの、遺伝子科学者のウーグ博士の存在ですよね。えー まあ、稲ゴも作って、最後は稲ゴを全滅させる種の稲ゴを作って、笑顔でなんか畑に振り巻いてたんですけども、なんか違和感があるなぁと思って、うん。だから、あのー、ほんま、ジュラシックを、ジュラシックシリーズなのこれっていう感じで。本当に見たかったのは、ロストワールドで見たサンディアゴのシーンみたいなのを見たかったんですよ。プテラノドンが街をじゅね、 飛んで、あの、ティラノサウルスがビル街を、あの、蹂躙する姿を、やっぱり期待外れだったなと思って、んで、なんかスパイアクションみたいな形になってて、えー、まあ、昔のパークシリーズの3人と、で、今回のワールドシリーズのメンバーが集まって、合流するのはファンサービス以外にも、他の何の意味も持たないっていうね、 ちょっとやっちゃったかな？系でしたね。はいまあ、どうせ出すならジェラシックワールドの兄弟2人も出して欲しかったなと思います。まあ、ティレックスが最後方向して終わるのは当たり前ですけども、何か物足らないなと思ってね。よく考えたら、あのジョンウグリアムスのテーマがかからないんですよ。 新たなる主愛者。タンタタタン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 がかからないんです。たらタんンタたンタらンタたんタんもかからないんですよ。だから、ああ、これなんか違う映画なんだなと思った次第であります。はい、皆さんはどう感じましたでしょうかはい、チャッキョージでした。チャンネル登録よろしくね。